はい、お願いします。ボケすぐ帰ってくんだよ。左手左手。背番号19。あ、どうも。なんですかね、流れるんですか。はい。はい。楽しみです。ええ。背番号69、キック、中村拓也。背番号1、栗山巧美。背番号33、星秀和。これね、ダメだね。これあかんっすわ。3人並んでいくって言って頑張ります。プラス4。それでは埼玉西武ライオン代表いたしまして渡辺久信監督から皆様へのご挨拶です。よろしくお願いいたします。2011年、今年は東日本大震災が始まり、いろんなことがあったシーズンでした。1年を通じてファンの皆様には温かい声援をいただき本当にありがとうございました。皆さんもご存知の通り、チームとしては終盤の激しい戦いを勝ち抜き、3位という結果に終わりましたが、首位チームに20ゲーム差以上離されたという現実があります。この差を、埋めるために来季に向けてチームはスタートしております。必ず勝てるチーム、そして優勝できるチームを、来季は作っていきたいと思います。今日は時間の許す限り選手と触れ合い、楽しいひとときをお過ごしください。1年間ありがとうございました。